ひらめけ動物の森なんですけど、今日ちょっとコンパクトに撮るけど内容めちゃくちゃ深いんで、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。コンパクトに撮る理由は、今日あと2本動画撮ります。あと1時間しかないけど、2本動画につなげていきたいんですよ。話がそもそも10日前の動画から全部話がつながってるんで、全部見てください。今日のひらめきの元は、目に見えない存在、オカルト、超能力で神様について信じなさいと、もう僕は信じてます。だから見えない人も見える人も、感じる人も感じない人も、知らない人も皆さん信じましょうっていう段階に入ってます。日本がっていうか人類が。だから信じれないじゃないですか、なかなか目に見えないものって。それを信じる方法をひらめきたいということです。でいつもこのね、ひらめきの元っていうのは、だからその時の集まりのイベントなんですけれども、今回夢の島にこれ訪れることによってポイントがもらえるっていう企画が、キャンペーンがちょうどここにあるんですよ。これももうシンクロとかさ、お導きとかいただいてるんですよ。もうこれは本当に神様からのね、っていうのも話していきたいです。ちなみにこれポケットキャンプはあるんやって言って開いてクリアしたんですけど、動画載せてないです。これは今もう夢の島についてます。夢っていうのもさ、解明できてない謎が多いものじゃないですか。夢の方が真実な可能性もあるじゃないですか、いろいろなね、物語とか見ていくと。そういう不思議な感じもあるんで、今日は夢からこれをひらめきの元にしていきたいなと思ってるんです。そもそもさ、僕ってさ、その何もね、力はないです。超能力ないですし、霊も見えないですし、ですけど信じてるんですよ。ですから信じてない人に、あるいは僕に、信じる方法っていうのをいくつかもうすでに持ってるんですけど、今日はもっと信じやすいのをひらめきたいんです。でまず僕が今持ってる手段をまず説明します。あとすいません、これもね、巡り合わせなんですけれども、これね、昨日僕の誕生日っていうのがバレたんですね。皆さんに隠してたんです。あつ森城も隠してました。でもバレて祝っていただいたから感謝があります。その次の日である今日、1年が経とうとしてるんですよ。経とうとしてるんですよっていうか、今日はあつ森の1周年記念なんですね。でこれがもらえたんで、さっきね、ここら辺もひらめきの元になりましたんで、これも話につなげていきたいと思ってます。この2つがさ、ちょうど今日っていうのはさ、昨日の誕生日の動画撮ってバレたから、何だっけ、自分の紹介動画も撮ったんですよ、たまたまね。それも巡り合わせだなっていう感じなんですよ。はい、でここに来たらこいつがいました。こんなさ、いたっけこんな人、マリオの格好してるんです。で僕はワリオの格好でちょうど来てますよね。それはひらめくわと思いますわ。で行きますよ。僕はいつもね、どう証明してるかっていうと、まあ簡単な話、超能力が一番簡単です。スマホとか Wi-Fi とか、テレビでもラジオでも100年200年前の人が見たら、それは超能力だと。だから見えないさ、電波とかさ、磁波とかってあるわけじゃないですか、ね、これはもうあるんですよ。だから物理物の断りで証明されていることですから、波動とかそういうものはあるってことです。目に見えないからといってそれはじゃあ信じないんですかと。信じるでしょと。今これも僕の動画は関係ないか、でもインターネット、で霊なんですけど、霊は僕はまあ簡単に言うとというか、これシンプルな理由、パソコンとか加工技術とかない時代に、そもそもある時代に生まれても加工できなさそうな子が撮った、デジカメとかじゃない完全に映ってるものを見たんで、それはもう嘘はないです。それ見たっていう、そういうの見た人はいっぱいいると思いますから、見た人は信じるだろうし、あとね、テレビとかで嘘がいっぱいあると思うんですよね。でも嘘があるってことは真実があるってことなんです、そこには。はい、これが僕がいつも撮ってる方法です。さらに神様、これは僕がいつも撮ってる方法はちょっと難しいんですけれども、これちょっと待って、今メモを見て、僕ね、アリの行列、これよく喋ってるんやけど、宮本さんってさ、アリの行列を見てピクミンを生み出したんですよね。ね、僕はアリの行列を見て近くに寄った時に、アリって避けないというか逃げないが、犬とか猫とか動物みんな逃げてくやん。アリは多分僕のこと見えてないんですよ。でその行列から一匹つまんでポンって投げ、どっか投げても誰も何も言わないというか気づかない。そのアリと近くのアリも気づかない。これは多分次元が違うと思うんですよね、僕と。だから僕らは3次元なんですけど、アリはもしかしたら 2.9 次元かもしれん。
だから気づかないってことなんです。で、ね、ってことは僕の横にいるんですよ、神様は。これ本当に、ね、これで信じないと思って。だから信じないか。でもこれで信じないから今日の動画があるんですよ。でね、今日こう無理やりさ、無理やりじゃないですけど、ゲームとアニメと映画好きやんが、みんなこのチャンネル見てる人は。あのごめん、映画とアニメは知らんけど、でそこら辺につながっても信じやすいんです。例えば超能力は波動拳です。波動っていう言葉は物理でよく出てくるんですけど、超能力は波動拳。波動拳ってよく龍が達してるけど何も考えてなかったけど、波動やが、波動やって超能力やって、そういうものが出せなかったら何の格闘ゲームが面白いんですか。でこれは魂です。オーバークック、ピクミン、魂の入れ替えが面白いんでしょう。なんでそれを面白いと感じるんですか。 DNA レベルで面白いと思ってるんじゃないでしょうか、僕らは。そしてあらゆる RPG、 絶対神様の存在なくしては成り立たないんではないでしょうかっていうことなんですよ。ちなみにちょっと余談になっていきますけれども、僕はその辺の映画とかの話もしていきたいんです。いきます。これですね、スプライス。これはヴィンチェンゾ・ナタリっていうのが、キューブの監督っていうのは、キューブっていう映画は有名だと思うんですけど、その人の映画なんですけど、これ見るとさ、こんなにまばらにさレビューついてるのも珍しいんやけど、これね、ホラーとかサスペンスなんやけど、そうじゃなくて、僕ね、これちょっと話信じてもらえるかわかんないんですけど、僕ちっちゃい時におばあちゃんになると思ってたんですよ。で女の子はおじ男の男になっていくと思ったんです。なんでか全然わかんない、幼稚園にそう思ってたんですけど、その後そういう風に変わる、性転換する生物っているのを知ったんです、大人になってから。今もいるじゃないですか、いっぱいいる。あと性別がないのもあるかもしれん。もっと言うと若返る動物もいたかもしれん、クラゲかなんかで。でも、まあ、不老不死かな、わかんないですけど。でね、それはいると感じ見た時に、知った時にあって思って、多分 DNA に何か入ってるんですよ、僕の。そういう何か皆さんないですか。僕のこれだけじゃなくても何かあるはず、自分しか思ってなかったこと。それなんかそれに近いよ、それなんかそれって。そればっかでごめんなさいやけど。でなんでこの映画の時言うかというと、この映画の中にさ、その性が変わってなんかなるシーンがあるんですよね。ちょっとこの映画見てもらわないと説明時間足りなすぎるんですけど、そのシーンがあってその時にも思い出したっていう話です。ちなみにこれレビュー見るとさ、いつも僕 B 級映画ばっかり勧めてるけど、この映画はおすすめなんですけど、ほらここに書いてあるのはなんかオス同士のなんとかで遺伝子をなんとかって書いてある、こういうのね、こういうので、あと気持ち悪いって言ってるんけど、このね、怖いとかホラーとかそういうレベルじゃない面白さがありました。もう一個言います。このインターステラー、これも有名な映画ですけども、これは本当に面白かったです。でこれ5次元の世界を表してるんですよ。5次元やったかな、5次元以上やったかもしれないですけど、すごい実際にこの理論上正しい SF なんですよね。意味わかるかな。でこれ結局浦島太郎と同じで、まあそう、浦島太郎の話言ったらまたそういう童話とかもさ、何を今の人間に伝えてるんだろうみたいなのを追っていくと、そういうものに近づいていくんですよっていうこと。つまり映画とかゲームとかは全部この辺絡んでるのに、なぜ僕たちは信じないんだろうって思ってたの、ずっと。でそれをそんだけ今のここまででここまでで信じてくれる人はそれで信じてほしいんです。でそもそもなんで信じさせたいのって思ったを言うの忘れてた。これを信じることによってさ、人間変わるんですよ。病気にならなかったり、戦争がなくなるんです。本当なんですよ。でここに導かれたこともすごい奇跡なんですけど、ちょっと話僕怪しくなってきてますか。あのね、僕本いらんやんっていう動画を、このひらめけ動物の森の2個前に撮ってるんですけど、その時に僕動画をいっぱい見たって言ったのは、本のその動画の中にいっぱいそういう話とかもあるんですよ。普通の全然違う関係ないビジネス系の本の動画とかにもそういう話めっちゃあるんですよね。だから僕本いらんつったの言ったんやけど、その時からもうお導きやったんですよ。本読めよという、逆に。だから一郎は読んでないって言ったけど、僕は読もうか。いや読まん、そう、媒体が古いで読めんやけど、動画はいっぱい見ればわかるって、本当にっていうところにも、もうそっからここの今日までもうお導きじゃないですか。でさらにねいっぱい話していきますと、ここからちょっととりあえず一回出ますね。あ、任天堂の島はこれ面白かったです。35周年のブロックとかもあった、右上の方に。ただちょっと今時間がないんで、これ一回部屋での世界というか、この見える方の世界というか、信じてる皆さんが信じてる方の世界に戻っていこうと思うんですけれども、目覚めてね、目覚めて、でも目覚めて、皆さんも目覚めて。
本当にね、本当に今から言うよ。まずね、僕ね、昨日誕生日だったんですよね。で、誕生日僕あつ森上隠してました。でもバレた、これも導かれてるんですよ。で、バレたから祝ってもらえたのを動画にしましたよね。承認の儀とチャンネルの案内で、チャンネルの案内も僕出そうとしてなかったけど、どうせバレたなら誕生日に出すことによって、誕生日ということをなんつうんですかね、軸にして変わっていこうと一回思ったりもして、記念にね思ったりもしましたということですね。で、こうやって祝ってもらえたらさ、感謝するの、ありがとうって、ありがとうってなるじゃないですかね。で、そのありがとう、僕ね、返信の儀でいつも伝えてたんですよ。ちょっと待って、これどこにいる、これ2回行こうか。返信の儀で伝えてたんですね。で、ですが、ありがとうだけだと返信の儀って面白くしないといけないっていう縛りもありますから、ほら、このポスターも本当にありがとうですから、ありがとうだけは普通に返信で返してたんですけども、それも儀にしようと思えたんです。ちょっとうまく喋れてない、移動してたで。皆さんから誕生日おめでとうが届きました。あの後も届きました。そういう動画を、新しくありがとうっていう動画を撮ったら、またおめでとうってみんなから届きました。なぎさんとかタトゥアンさんとか、その時から遅れてチキンさんとかね、届きました。で、それにまたありがとうっていうのを、今度は動画にしようと思ったんです。それは、その動画の、チャンネル案内の動画の中で、儀シリーズ好きっていうコメントもメビウスさんからいただいたんですよ。じゃあ、感謝の儀にしようと思ったんです。でもじゃねえわ。それでさっきの話に戻るんやけど、本読んだっていうか見たが、そしたらさ、感謝って波動らしいんですよ。感謝を言えば言うほどいいらしいんです。波動って何ですか？波動拳です。ほら、繋がった。ね？だから俺、感謝の波動の動画を作っていこうと思って、感謝の儀じゃなくて感謝の木にしようとしたんですよ。木っていうのは、米って書く方の木です。それは、ちょっと皆さん調べてほしいんですけど、GHQ とかで。昔使ってた感じで、ね、昔の。ね、その時に木を使おうと思った。感謝の儀じゃなくて、文字って感謝の木っていう動画にします。今からこの後撮ります。その時に思い出しました。僕は昨日のチャンネル案内の動画を、私っていう漢字、3文字で書く、私っていう方にしようと思いました。これも同じく、ググってください。木が、米の木が使われなくなったのと多分同じ時期に使われなくなった方の私っていう3文字の漢字で、自分のね、私のチャンネル紹介ですから、それを私っていう名前にしようとしてたのに、昨日急いで撮ったから誕生日出そうと思って、それ言うの忘れてて、バージョン上げて今日はこの後出そうと思ってるっていうところの見直しにもつながった。全てがさ、シンクロしてるんですよ。だから、その感謝の木っていう動画を今から撮るからね。これでさ、感謝をすればするほどいいことが起きるはずなんですよ。そうすることによって、この動画をずっと1年間感謝を続けることによって、僕がなんか変わってたら、皆さん、見えないものを信じるんじゃないでしょうかっていうひらめきです。これわかりますか？今伝わったかな、全部。これを手に入れましたんで、これも感謝ですよね。で、ちなみにさ、ポストにこれ入ってたの。ポストにこのケーキ届くんだけど、ポストにコイン入ってたんですよ。これ見て終わりますね。これ届いてくれた人もいたんです。ありがとうございます、本当に。ここでも感謝言っときますけど、また他のっていうか、この後動画で感謝の木を撮りたいと思いますんで、この感謝の木をずっと繰り返していきますね。こういうひらめきでした。皆さん、見える人はどうやろう。見える人は見える人で、どういうふうに見えない人に、知らない人に伝えるだろう。そういうさ、あれを教えてください。気づき、ひらめきをひらめきをうまく言えんかった。そう、このたぬき開発のこのね、1周年のやつが今のケーキなんですけれども、これを取ろうとしたら、なんとベリタスさんから来てて、お誕生日おめでとうございます。この1年あつ森でいろいろと遊べて楽しかったです。2年目はどんなことが起こるか楽しみです。ほら、もうつながってたやろ。2年目は感謝の気をつけてきます。すごくない？つながってるんすよ。ひらめきました。ありがとうございます、皆さん。そしてベリタスさん、またあつ森飲み会をしたいです。そう、今来た。誕生会したいですって、群青ちゃんさんから来た。だから、それでやろう。僕のあつ森城の誕生日4月1日やと思って、4月1日に適当にしたんですよ、買った日に。そしたら、多分確かね、どうやって見ろ。そしたらエイプリルフールやん。ほや、本当に嘘やん。誕生日今日やん。昨日やで。そこにも1年かけて繋がったやんて。すごいんですよ。ありがとうございます、いつも。皆さんのコメントがシンクロしてるんです。そう。変身の儀の前回、シンクロとか、瞑想っていうタイトルやったやん。全部、見えない力で繋がってます。信じてください。それでは、失礼いたします。信じて良くしていきましょう。良くしていきましょう。世界をね。そういう時代です。そういう時代に入ったってことです。わかりますか？
変わってるんですよ時代は。人間は猿から人間になったんですか本当に。じゃあ人間の次は何になるんですか。何かになるとしたら今変わっていくんですよ。